はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、皆さんやってまいりました。おすすめゲームを紹介する時間でございます。あのですね、5月25日にいよいよね、バイオミュータントっていうゲームが出るんですよね。おそらく注目していた人は注目していたんじゃないでしょうか。そして、何それっていう人もいるんじゃないかなって思う、そんなゲームなんですが。まあね、このね、バイオミュータントっていうゲームも今年のオープンワールドのもしかしたら覇権を取るんじゃないかっていうレベルの結構大作なんですよね。まあ一言でね、どんなゲームかっていうと、めちゃくちゃ自由度の高い。まあオープンワールドってまあそもそもね、自由度が高いっていうことが売りなんですけども、その中でも自由度が高いっていう、とにかくね、自由ということにね、フォーカスした、徹底的に、フォーカスした、そんなゲームになっています。なので今回はこの動画を見ればね、バイオミュータントについても全てわかるぞっていうぐらい、皆さんにバイオミュータントのことを知ってもらって、そしてちょっとね、購買意欲を高めてもらおうかなっていう風にね、思います。まあそんな感じでね、このバイオミュータントめちゃくちゃ面白そうなんで、しっかり紹介していきたいと思うんで、よかったらね、最後まで見てってください。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介をまあほぼほぼ毎日やっているんで、まあ、この動画を見てね、ちょっとでもためになったなと思った方いたらね、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。はい、というわけでやっていくんですけども、まずはこのバイオミュータントっていうゲームのね、概要から説明していこうかと思います。というわけで、このバイオミュータント5月25日に発売されるんですが、これね、対応プラットフォームが PC と PS4 となっています。なので PS5 向けには発売されなくて、あくまでも PS4 向けに発売されるっていう、そんなゲームになっています。もちろんね、PS5 で PS4 とのね、互換機能っていうのを使うことによって、PS5 でもこのゲーム遊ぶことができるんですが、まあ、あくまでね、この PS5 版っていうのは存在しないっていうことは、ちょっとね、頭に入れといてもらえると、購入するときちょっと、あたふたしないかなっていうふうに思います。ゲームジャンルとしては、オープンワールドアクション RPG という、まあ、すごくね、王道なジャンルになっています。オープンワールドの世界を3人称視点で進んでいく、そんなゲームになっているんですが、このゲームの特徴なんといっても、主人公が獣なんですよね。なので結構獣系オープンワールドアクション RPG っていう風にまあ言われたりもしているんですが、基本的にもう人間っていうのは出てこなくて、登場するキャラクター全員こう獣ですね。まあ、二足歩行で一応人型をしているんですけども、まあくまで動物ですよっていう感じの世界観ですね。で、敵キャラっていうのも全部まあその動物っていうところにまあ収まってるっていう、そんな世界観なんですよね。これが何といってもこのゲームの特徴かなっていう風に思います。そしてこのゲームの開発なんですが、エクスペリメント101っていうね、そんなスウェーデンのゲーム会社が作っています。で、この会社2015年にできたばっかりの新しいスタジオなんですけども、そのスタジオの第一作目っていうことで、かなりね、世界中から期待が寄せられているっていう、そんな状態です。まあ、この会社を設立した人は過去にね、ジャストコーズとか、あとはゲーム版のね、マッドマックスが出てたんですけども、そういう感じで主にオープンワールドっていうゲームに携わっていた人がまあ設立した、そんなゲーム会社になっています。で、まあこの会社ができたきっかけっていうのがすごい大事だと思うんですけども、もともとね、ジャストコーズとか、あとはマッドマックスっていう作品を作る中で、やっぱりこの開発チームっていうところがすごい肥大化していってしまったらしいんですね。やっぱりその AAA タイトルを作るっていうことで、まあ人員が必要なので、まあどんどんチームが肥大化していって、最終的にはやっぱ150人ぐらいのチームで作ることになってしまっていたらしいんですけども、まあそうじゃなくてね、そもそも少人数でちょっとしっかりしたゲームを作りたいっていうことで、今回この新しい新スタジオを自分で立ち上げたっていう、そんな経緯があるみたいです。最初の頃はもう4人しかいないスタジオで、その中でね、このゲーム作られていたらしいんですけども、まあ、今でもその人数っていうのはそこまで膨れ上がっていなくて、なんと20人でこのゲーム作られています。そんな感じでもう少数精鋭のもう気合の入った、ゲームクリエイターたちが集結して作っているオープンワールドの大作、これはもう本当にここから期待できますねっていう感じなんですが、まあ、新スタジオっていうことでね、やっぱりちょっと不安だなって思う人もいると思います。まあ、ただそこはやっぱりここの経験豊富なね、オープンワールドのゲームを作るっていうところに、まあ経験豊富な人がおそらく結構いると思うので、まあノウハウ自体はあるんじゃないかなっていう風に正直思っているので、まあなんか大丈夫なんじゃないかな、面白いんじゃないかなっていう風にちょっと思っています。さあ、そしてまあどういうゲームなんだっていう話なんですが、まあとにかくもうアクション性の高い、もうめちゃくちゃなアクションゲームだよっていうことに、まあ結構それを売りにしていますね。とにかくまあさっきも言った通り、このゲーム自由っていうことにかなりフォーカスしているゲームで、そのアクションスタイルっていうところもプレイヤーの
の自由にかなり委ねられているっていう、まあそんな感じの方針を取られているゲームみたいです。まあ、かなりこのゲーム全体的にアジアンテイストっていうところをふんだんに使われていて、まあそういう意味では結構日本的なね要素っていうのもかなり入ってるみたいです。まあ、例えばね主人公がカンフーを使えるとか、まあ、例えばこう道場があるとかね、そういう感じでなんかこうアジアのテイストっていうのが入ってるみたいです。なので結構もう素手でバチバチやり合うみたいなねアクションもあるし、かと思ったら剣とかハンマーとかそういうのをバシバシ振り回してね近接武器でゴリゴリ攻めていくようなアクションっていうのもできるし、かと思ったらライフルとか二丁拳銃とかショットガンとかね、そういう感じの遠距離武器っていうのもバシバシ使っていける、そんなゲームになってるみたいなんですよね。なのでまあその自由っていうところでプレイヤー自身がやりたいようなアクションっていうところをプレイヤー自身が追求できる、そういうゲームになっているみたいなんで、まあ、結構こう近接が好きな人とか、あとは遠距離で、撃っていくのが好きな人とか、あとは魔法が好きっていう人もいると思います。そういう魔法とかもあったりだとか、まあ、プレイヤー各々が自分の好きなねスタイルでプレイできる、そんなゲームになってるみたいです。まあ、そういう意味で言うと結構まあ近接でバシバシやりながら、まあ、時にはね遠距離武器で射撃したりみたいな、そういうね感じの戦闘のねアクションの動画を見ているとちょっとねデビルメイクライっぽいなっていう風にちょっとね思ったりもしました。まあ、実際のね触り心地っていうのはまだちょっとわからないんですけども、まあ、動画を見てる感じは、まあ、結構デビルメイクライ的な要素あるんじゃないかなってちょっと思いましたね。でさらにねめちゃくちゃ広いオープンワールドの世界をグライダーでね滑空できるとか、あとはこうフックショットを使って壁を登ったりできるとか、そういう結構縦軸の移動っていうのもかなりできるみたいなんですよね。まあそういう意味で言うとかなりまあちょっとゼルダっぽいというかブレスオブザワイルド感もかなりあるなっていう感じのアクションもあり、あとはトレーラー内で見られた映像なんですけども、巨大なロボットに乗ってね敵と戦うシーンっていうのもありました。そういう要素っていうのはふんだんに含んだゲームになってるみたいですね。まあ、これはどうやらねこのゲームの監督の人が本当に自分の好きだって思うものを本当にこのゲームに全部詰め込みましたっていう風にね言っています。という感じでまあこう戦闘アクションっていうところに関しては本当にみんなの好きなようにできますよっていうことを、まあ、強く主張していますね。そしてまあ近接攻撃で戦っているけど、まあ、パッと自分のね思った瞬間にすぐに遠距離に移行したりだとか、そういうこともスイッチも簡単にできるみたいな感じで、近距離だったら近距離しかできないとか、遠距離だったら遠距離しかできないじゃなくて、そういうものをねうまくいろんなところで使っていくみたいな、切り替えながら使っていくみたいな、そういう遊びみたいですね。でもさっきもまあちょろっと説明したというかまあざっと上げてしまったんですけども、武器の種類っていうところめちゃくちゃ多いみたいで、まあ、それこそね近接武器でまあハンマーやらまあ剣とかね、あとはナックルとか、まあもちろん素手とかね、まあそういったものもあれば遠距離攻撃のまあもうほとんどいろいろありますよと、そんな感じで多種多様な武器がまた売りでもあるっていう風に言ってます。でまあこの武器っていうのをクラフトしたり、そしてカスタムしたりするっていうのもまたこのゲームの遊びの一つっていう風にも言っています。まあ、このねクラフト要素っていうところに関してこのゲームの監督のインタビューで話があったんですけども、ちょっとね何言ってんのか分かんなかったんですけど、ちょっと軽く説明すると、もう武器のクラフトに関してはもう皆さんの好きなようにできますと、武器の持ち手の部分をバナナにして先端に歯ブラシをつけることもできますみたいなことを言ってたんですよ。ちょっとねよく分かんないんですけど、とにかく皆さんの好きな武器を自由に作ることができますっていう風にちょっと主張していました。なのでまあ武器のクラフトっていうところもまた楽しめる要素なんじゃないかなっていう風に思ってます。でまあねちょっとねざっと動画を見てる限り、武器に結構レアリティとかもあってね、コモンアンコモンレアみたいな感じで結構ねバリエーションがあったりもしたので、これもしかしたらちょっとねちょっとしたトレハン要素みたいなところもあるんじゃないかなってちょっと思いました。まあそういったようにまあ自分の好きな武器を作っていく遊びとか集めていく遊びっていうのも もちろんあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあここまでちょっとね今ゲームのアクション面っていうところについてざっくり説明したんですけども、おそらくこれ説明しただけでもかなりてんこ盛りだなっていうふうに思ったと思います。本当まあ自分のやりたいことができるよっていうところを特に主張したかったんだなと思うんですけども、確かに俺も結構近接攻撃が好きだから近接やりたいなと思うしね、まあそういうふうにね自分自身のニーズに合わせた遊び方ができますよっていうのがまあこのゲーム一番の売り、そしてまあ最初にも言った通りまあ最大のねこのゲームの魅力である自由っていうところを、まあ主張してる理由でもありますね。さあ続きましてこのゲームのストーリーなんですが、まあ結構ね調べてきました、公式の情報がねあまりにもちょっと薄かったんで、世界中のねインタビューをちょっとね寄せ集めてきて、まあこんな感じのストーリーだよっていうのは大体つかめたんでちょっと説明しようかと思います。大地は闇、生命の木はその根っこから腐りかけている、種族は分断されて対立していますと、混沌する世界を探索し、その運命を決めるものは果たして救世主か、それとも世界をさらに闇に叩き落とす破壊者かっていうところまでがね公式に書いてある情報なんですが、これだとちょっとまだちょっといまいち分かん
ねえと思うんで、そのストーリーとゲーム性っていうところは合わせてちょっと説明していこうかと思います。まあ、さっきもね話に出ていたんですけども、なんかその生命の木っていう、もうその世界を司るようなあの生命の木っていうのがあるみたいなんですよね。でこれがもうちょっと腐りかけてしまっているから、その生命の木の根っこにいるワールドイーターっていう、多分その生命の木の根っこ部分にいるってことは、おそらくそいつが悪さをして、生命の木がなんか悪くなっちゃってるっていう感じだと思うんですけども、そいつを退治しに行くと。でそのねワールドイーターっていうところの対戦が、ボス戦になってるみたいな、そういう感じのゲームらしいんですね。でまあそのワールドイーターってやつは、まあ、複数いるので、そいつらを、まあ、各所に、叩き潰しに行くみたいな感じっぽいんですけど、このワールドイーターを倒すも倒さないもあなた次第っていう風に言ってるんですよね。叩きのめすのもいいし、そのまま放置させるのもよしっていう風にね言ってるんですよ。ここでもまた自由っていう話が出てきますね。大きく分けて3つ、まあ、ストーリーの筋書きがあるらしいんですね。でその中の1つがこの生命の木の話っていうみたいで、あとの2つはまあ主人公のバックストーリーっていうところ、あの生い立ちとかそういうところのバックストーリーっていう話が1つと、あともう1つはこの世界にね6つの部族がいるんですけども、そういった部族の対立っていうところも描くのがもう1つらしいですね。まあ、この大きく分けた3つの筋書きが、クロスしていって話が進んでいきますよっていう、まあ、そんな話らしいです。まあ、結構ストーリーに関しては面白そうだなっていう風に思いました。っていうところで、まあ、ちょっとね今ストーリーの話をしていたんですけども、多分ここからのつながりでね、マルチエンディングっていうところに関する、話をしていきたいと思います。まあ、このゲームあらかじめもマルチエンディングのオープンワールドゲームですよっていう風に言われています。で、まあ、どういうところに選択があるかっていうと、先ほどねストーリーでも説明したんですが、まあ、救世主になるのか、それとも破壊者となるのかみたいなね話がありました。まあ、この生命の木っていうところを助ける救世主になるのもよし、逆にこの生命の木を叩き潰す破壊者になるもよしっていう風に言っているんですよね。で、まあ、先ほどね6つの部族が存在していますよっていう風に言ったんですけども、この6つの部族が各々の世界に対する考え方を持っているみたいなんですよね。まあ、例えばこの部族は生命の木っていうところをしっかり救って、まあ、世界にね、まあ、平安をもたらすのがいいと思っている部族もあれば、逆にこの生命の木っていうところを破壊して一からもう世界を作り直す方がいいよっていう考えのもと動いている部族もあるみたいな感じで、どれがいいとか悪いじゃなくて、生命の木を破壊することが悪っていう感じでもないみたいなんですよ。まあ、こういったように6つのね違う思考を持った部族がいるんですけども、この部族のどれかに主人公は、属することになるみたいです。まあ、そういう選択っていうのがまたこのマルチエンディングっていうところに繋がっていくっていう風に言ってますね。で、まあ、このゲームカルマっていう機能があって、まあ、主人公の行動によって主人公の道徳心っていうのが変わっていくみたいなんですよ。で、まあ、それは主人公が悪い行動をした時に悪い方にカルマがブレるとか、そういう話ではなくて、まあ、そのライトサイドとダークサイドっていう、まあ、あの考え方がこの世界にあるみたいなんですよね。で、まあ、ライトっていうのは生命の木を助けようっていう考え方で、ダークっていうのは生命の木を破壊して、もう新たに世界を作り直そうっていう考え方で、そういった思考の生物とどういう風に触れ合うかによって自分の道徳心っていうのがどっちによるかっていうのが変わってくるみたいなんですよ。まあ、そういった感じでまた複雑なステータスを持ちつつ、マルチエンディングに繋がっていくんじゃないかなっていう風にちょっと思いますね。という感じで、まあ、ここまでたくさん説明したんですけども、まあ、そろそろ皆さんねお腹いっぱいになる頃だと思うんですけども、まだまだいきます。次なんですけども、キャラメイクについて、まあ、おそらく先ほどからまあトレーラーとかが流れてるんですけども、あのその中でね主人公が出てると思うんですよ。まあ、操作されてるキャラクターですね。でこれに関しては皆さんの好きなように、まあ、キャラメイクできるっていう、そんなゲームです。だから主人公は、まあ、固定のキャラって、固定の見た目っていうよりは、まあ、自分でちゃんとキャラメイクができる、そういうゲームになってます。でこのキャラメイクがすごいっていう話なんですけども、まずねキャラメイクに関しては自分の好きな種族、まあ、6種類あるんですけども、その中からね1つ選びますと。で、まあ、それがね、まあ、ベースとなる種族なんですけども、その後にね自分のステータスの割り振りっていうのを、まあ、初期ステータスというかどういう形に特化させるかっていうところを設定するんですよ。まあ、いろんなゲームにもあると思います。こう力寄りにね設定するとか、あとはこう魔法寄りに設定するとかさ、まあ、スピードを重視するとか、キャラクターの初期ステータスみたいのを設定するゲームってまあすごいよくあると思うんですよね。でこのゲームなんとそのキャラクターの初期ステータスによって自分の見た目が大きく変わります。じゃあ例えばね、じゃあ俺はもう脳筋キャラでいくわってなって力をボンと上げたら、キャラクターがめちゃくちゃ筋肉質になるんですよ。いやいやいや、俺はもう知力でいくわってなって、賢さみたいのをバーンって上げると結構ね頭が大きくなったり、いやいややっぱこういうゲームはねスピードなんだよっていう人もいると思います。でそういう人
やっぱあの俊敏さっていうステータスに振ると、あの手足が長くなって細くなって、でまあ空気抵抗を受けなそうなね、フォルムになったりだとか、そういう感じで自分のあの決めたステータスの配分によって見た目っていうのが大きく変わってくる、そういうゲームになってるんですよ。これ結構ね新しいなっていう風に思います。なのでまあその皆さんのやりたいプレイスタイルに合った見た目になっていくっていうところもまたね、あの面白いゲームなんじゃないかなって思いますね。まあだいぶてんこ盛りなゲームだっていうことは多分ね伝わったかなっていう風に思うし、まあ、このゲームめちゃくちゃ自由度が高いんだな、そしてまあ自由度っていうところにかなり意識されたゲームなんだなっていうところは伝わったんじゃないかなっていう風に思います。で最後ボリュームに関しても、まあ、もうすでに言及されています。このぐらいのボリュームですよっていう風な話は出ていて、一応ね開発当初は10時間ぐらいを目安にできるゲームを作る予定だったみたいなんですけども、インタビューの中で20時間ぐらい遊ばないとストーリーを追うだけでもやっとだぞっていう風な、ちょっと説明がありました。なのでまあ単純にまあストーリーをね追うだけでも20時間っていうところで、まあさらに探索とかねオープンワールドのゲームなんで、まあすごいサブミッションとかいろいろあると思うんですけども、そういうのを含めたら、まあ、かなりの時間遊べるんじゃないかなっていう風に思う、そんなゲームですね。まあ、そしてなんといってもマルチエンディングっていうところがまあ確定しているので、まあ、おそらく繰り返し遊んでいくようなゲームになるんじゃないかなってちょっと思います。ではマルチエンディングっていう話をしたんですけども、おそらくまあここまでの話を聞いていて、まあなんとなくねみんなも察すると思うんですけども、まあ2個や3個レベルのマルチエンディングとかエンディングの数じゃないんじゃないかなっていう風にちょっと思ってます。かなりまああのいろんなところに分岐要素があるんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味でもめちゃくちゃさらにね20時間以上楽しめるゲームなんじゃないかなって思うんで、まあボリュームに関しては安心できるぐらいのコンテンツ量あるんじゃないかなっていう風に正直思ってます。さあそんな感じでバイオミュータントなんですけども、皆さんここまで説明を聞いてどうでしょうか。かなりちょっと面白そうだなと思った人多いんじゃないでしょうかね。自分もこう説明しながらやっぱ面白そうだなちょっと思いながらね話しちゃってたんですけど、まあ、もう本当断言します、このゲーム僕は買いますね本当に。まあ結構前々からまことしやかにこのゲームすごいんじゃないかっていう風に言われてはいたんですけども、まあいよいよこれが発売するっていうことになってね、今回ちょっと特別に取り上げてみたんですが、皆さんちょっとどうだったでしょうか。まあ、かなり世界中から注目度の高いこのバイオミュータントっていうゲーム、よかったらね皆さんちょっと注目して見ていただければと思います。まあ、もっとねちゃんとプレイ映像が見たいよとかトレーラーが見たいよっていう人いたらね、概要欄の方にいくつか動画貼っておくので、そちらも見ていただけるといいかなと思います。はい、というわけで今回は5月25日に発売するバイオミュータントについて、ちょっと紹介してみました。よかったらみんな買ってみてください。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。それではみんな最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。